え、リンタロとカネチでーす。シェキロです。ヨロタロです。というわけで今日はですよ、リンタロさんなんかやってましたね。あー、なんか顔ビチャビチャして、え、そうですね、顔ビチャ YouTuber、 顔ビチャ YouTube、ね、結構再生されてるみたいな、ね、伸びてますね。なんかやけに伸びてるなと思って、はい、モッチーに、はい、リンタロさんやばくない、伸び伸びてって言ったら、うん、冷静に、うん、あのテンチムの動画がバズってて、その前のやつだからみんな見てる、うん、理由俺が注目されたと思って喜んでた。めちゃめちゃ冷静でした。あ、これね、あのこのバズった前の動画っていうのは伸びるのよ。もっち冷静に。もっち俺に会うとき優しいよ。伊藤さんすごいっすよ。僕の睨んだ通りです。すごいっすわ。あの冷静に。優しかった。あいつ本当のこと全然言ってくれない。でもシンプルに面白いから伸びてるっていうのもあると思う。いや、もういいよ、もういい、君からの優しさはもう逆に殴られてる感じだから。いや、あるある、面白かったです、はいはい、それはどうしたんですか、はい、そうだから、それで羨ましくて、うん、一人でおもろいことやってんの、はい、悔しくなっちゃって、カネチのモーニングルーティーンっていうのを撮ってきました、うん、大丈夫ですか、はい、兼近さんのモーニングルーティン、うん、いつもの毎朝、それか、あなたボディーソープで髪も全部いっちゃう人ですよ、全部全部下品ですよ、だいぶ決して人に映せるようなものじゃないかもしれないのが映ったりもするかもしれない。それもう見てる動画にしましょうよ、じゃあ僕が言うんで、ああ、なんもったいなくないですか、また突っ込みたい感じ。いやいや、じゃなくて、で、どうせ、あ、ま、あ、はいはいはい、どうせそうでしょ、また人を遠ぼしめたいんだ、人を遠ぼしめて自分の手柄にしたいんだ、俺が笑い起こしてますよ、俺が笑いのハリケーンだって言ってましたもんね、ハリケーンリンタロー。ビューじゃないですか。そしたら俺ももっとガンガン行くし、バカにしたいんでしょ、俺を。いや、バカにしてるわけじゃないよ。バカにして、こいつバカですよって、この動画を見てる皆さんにお届けするのが彼の仕事です。一応ね、その一般的な目線で、こう、言葉を発しなきゃ。まあ、それやってきたんですね。いや、前田美波里さんじゃないですか。誰だよ、知らねえんだよ、前田美波里さん。美波里さん、俺、大変なことになってると思うな、はい。ただただ俺が出る。ほんと、ふざけとかないんで。シンプルにモーニングルーティン、シンプルって言ってるじゃないですか。出してるでしょ、あなた。多分だけどあなた出してますよね。シンプル、シンプルじゃなくて、多分出してますよね。いや、シンプルにシンプルしてます。いや、ダメなんですよ、 YouTube。 まあ今日はだから、そう、憧れて俺もモーニングルーティーン、ただ起きてただ仕事まで行く間のカネチを撮ってきたんで、皆さんそれ見て癒されてください。それではどうぞ VTR、 Here we go、 いってらっしゃい。目が覚めたら悪い夢の中から覚めますように、イエー、朝からションテンガルエー、ニコニコニコルン、みちょぱ丸明美、イエーシュ
うんうん、まだまだ水だね、うん、まだ水だね。わっ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 、全部干しどうだい、いくよタレをね、タレをここにぶち込んで、どんぶりイントゥザタレ、こぼしたタレこれが俺の朝のご飯のルーティンだ、毎日これでやってます。よいしょ、スイッスイッスイッサッサ、痛いや、まだ君といたいや、会いたいや、さあ休業します。アイメントゥザスカイ、メントゥザスカイ、メンティー、メンティーはママの味。よいしょ、朝はパンパンパパン、朝はパンパンパパン、なのにメンメメ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 、オーケー、麺完了しました。からのからのスープ作り順位よ、高い位置からスープ、高い位置からのスープ、高い位置からのスープ完成。痛いよ、まだ君と痛いよ、よいしょ、はい、麺完了。そしてこちらさんは、よいしょよいしょよいしょ、はい、麺いただきます。マイケル・ジャクソン、プー、まさかの上から8番目のマイケル・ジャクソンが出ました。今日は調子いいですよ。さあさあさあ、それでは麺の方が出来上がってきましたんでね、一旦チェンジしたいと思います。僕いつも朝はですね、こう麺、時間短縮、こう時短のためにこう歯ブラシで、ラーメンを食べて、そのまま流れで歯を磨いています。ですので今日もいつも通りのルーティンでいきたいと思います。 Yeah beautiful Yeah beautiful Yeah beautiful Yes、 これはあの麺に語りかけて麺の味を濃くしてます。これ深みが出るんですよね。麺の感受性が豊かになって、より食べられたいって、俺の中に入っていきたいって、そう麺に思わせてます。そうすることによってどんどん美味しくなるから、あなたもどんどん綺麗になる。そう言われたらね、あんだからこれどん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 褒めていこう、麺のこともね。 Yeah beautiful、 ね、綺麗だけど俺食べちゃうよっつって、こうセンスをね、センスをぶつけるの麺に、こう好きですって気持ちと一緒にセンスをぶつける。センスって何ですか。まあいいだろう。よし、さあそれでは早速いつも通り、これはね、歯磨き用の歯ブラシ、あ、麺食べ歯磨きですね、麺食べ磨き用の歯ブラシをここに置いておきますね。で、こうある程度湯がいた麺を、Here we go、 はい、麺をこういって、はい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 、はい、これね、もう湯切りとかしねえの、めんどくせえから。時短です、朝は時間ないから。朝って時短との勝負、時間との勝負になってるのね、朝っていうのはね。だからこう、もうね、やらない、そういうなんか麺を湯がきますみたいな、湯がきますじゃねえ、ザルになんか麺移してどうのみたいな、そういうめんどくさいのはもういいの、終わってるから。それ古代の儀式、実はね。ラーメンが完成しました。美味しそうでしょ。もちろん、あ、やっぱこうした。やばい、そうだ。まあいい。今こんな状態でーす。イエーイ。さあラーメンが完成したんで、早速歯磨きしたいと思いまーす。よいしょ。いただきまーす。うまい。はい、ちょっと行ってきます。よし、準備完了と。じゃあ行くか。よいしょよいしょ、行ってきます。
だからもう湯がきとかはしないで、これも直で麺をすくってぶち込んであげる。これが最大の時短なの。何のために、だってザル洗わなきゃいけなくなるでしょ、やったら。そう、俺は洗ってないけど。だからその同居人のバイザーや小沢が洗わなきゃいけなくなるからさ。そう、そう考えたらね、めんどくさいっしょ、やるの。ごめんな。小沢、ありがとな。感謝された。そうそうそう。で、この残った汁は小沢がご飯にかけて食べるんで、このまま置いておきます。おかしいの、お前じゃねえか、おい。